簡単な難易度してそう。うん、人形ボロボロ。会計を済ませるためのレジだ。音つくと怖いじゃんか。今、出口を探さなくちゃ。ちょ、だっていたようだって、外に。わっあ <laughs> 音量下げまーす。下げまーす。あっ、何今の音誰かこっちに近づいてきてる。どうしよう。 迎え撃とう。えちょっと待って。迎え撃つとどうなるのこっちから音が聞こえる。このまますと捕まっちゃう。これさ、一回捕まった時どうなるかちょっと見てみたいよね。でも一応、すぐそこまで迫ってる。遠くへ行く余裕はない。遠くでて何そ,そっちの奥で何があるのそれ。へぇー。一回死んだ時のやつ見たいんだけど。これはダメ鍵がかかって開かないよ。まあ、でも探そう探そう。探そう探そう。待って、この裏隠れれるんじゃないこの裏。 ダメな結構時間があるから待つのやだ。この中だろ。会計を済ませるためのレジだ。ここなら外側から見えない。中へ入ろう。エンド開始おじさんと見せかけて、普通に進んじゃうっていう。何かが近づいてきてる。どンどンタンタントントンタンタントントンンンあ子供ゾンビだ。うわ、さっきのじゃない おお消えた。どこへ行ったもしかしてあの J K ゾ JK ゾンビあたジオってそこまで来たの命名されてるんだな、さすがに。だとしたらやばい。急いでこっから逃げないと。JK ゾンビだったそう。そう、地面だけ見るとなんか怖さ半減するけども。いないよね。この子はスイちゃんだっけスイちゃんは何歳なんだろう大学生 ?DJ ゾンビかい、いいじゃん。 えん当てるかとにかく急いで、えー、出口まで戻らないと大学生 DK ゾンビはあ、帰りますんあそっかこっち行からいるか ?JD だ JDJD JD だ <laughs> DK ドンキーコング今出口へす向かわないとえ出口ってど出口ってどこーなら どこらの出口えここ開かないんでしょああいか,かって開かないよ。出口ってどこなのなくないドンキーコンがゾンビだったら勝てないと思います。待て待て待て、ライトつけます。今は借りをつけられないああ 出口の棚が塞がれている。さっきの大きな音はこれが倒れたからか。ダメだ、ビクトもしない。他の出口をなすそうだし、閉じ込められた。えやばー <laughs> また来た。えあ、後ろにいる。段ボールの後ろに。なんでずっとスマホ持ってんのあのポーズで歩くの大変そうじゃない稲葉ウわーみたいな格好でずっと歩いてる。ひょっとして隠れていれば気づかれることはないのかなあいつがいた時はしゃがんで隠れながら進まないと。なに しゃがんで隠れながら進むしゃがむボタンはしゃがむボタンはそういうのないの勝手にやってくれるか任せた勝手にしゃがむセーブセーブはい,いスマホ依存症の <laughs> 後遺症かなこっちおおやっと行けたこっちおおすごいすごいこの状態を走ることはできんと 遠ざかると音も遠ざかるぞこの状態は調べられないすごいねグラフィック一体何枚あるんでしょう差分がぬぬいいか左に行くのが正解かなんでさっきまで右にいたのにきっとっえっえがーえええ,え,えうわー <laughs> うわーゲームオーバー <laughs> えあ、あの棚って隠れてる判定じゃないんだ。段ボールだけか。そういうことすまん。そうなんだ。あれ段ボールだけなんだね。隙間から見てくるんだね。マジか。穴越しにも見てくるとこだいぶ、だいぶ目肥えてますね。えー、じゃあ右行ってみる右はなんもないのかな。なんもないよね。でもね、右ね。ええ。 この暗くないと見えてるのかなこれ見えてるかどうか確認していい暗くなってるときだけ、あでも来ないや。ええー。だってこの裏側って行けんでもいけないか。次のマップ行っちゃうか。この裏、ああ、ダメだ。上に行けなかった。棚の裏に行きたかったが。えー、でも。どうすんの あっち行くまで待つのかこういうことこっち向いたらダメってこと今、今、ャ、ま、ーニャ <laughs> <ば>ーニャ <laughs> ーニャ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 ーャーニャーガバーあャー死んだニャー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 ニ これでチラッて見られたら俺バレる。あ、まあ、バレないんだ。ああ、いいんだ。へーちゃんと待っとけばいいっぽいね。あこれで右に行くんだ。<laughs> ポーズがもうなんかスリラーみたいな。これフリーホラーゲームだよ。すごいよね、フリーホラーゲームでこんな作り込み。なんか光ってます。あ鍵か。鍵。 強力マグネット。えアイテム強力マグネット。どう使うのか全くピンとこん。何それ。<laughs> 強力マグネットって何この強力マグネットであれかなあの棚をひっつけて、ふんっつって持ち上げるってこと。だとしたら腕力がとてつもないけど。もともとの腕力が。マグネットで燃えてたの俺それしかないんだけど。えぇ、ー。倒れてる棚を起こすんじゃないマグネットに。カーンってひっつけて。

帰りどううしようここまで行ったらまた振り向くよね。振り向いたときに見られたら終わるからあっちまで行かないよね。このとき行けたかな行けるかあ行けた行けた。危ない危ない危ない。怖い、マグネット何使おうノーキンゴリラ、<laughs> ノーキンゴリラじゃん、それで来たら。確かに。 一回セーブしに戻りたいよね帰りますね帰れないのかえなんか決定機をそなんかもちゃもちゃするの何これほら <laughs> なんかわさわさする右に行けということかこれを持った状態で強力マグネット パ待ってね。強力マグネットって何ができるのかが。えー、強力な棒磁石、磁力のあるものなら何でもくっつける。<laughs> はあ。何でも、何でもって言ったな。待って、ここで死にたくないんだけど、俺。えー、右って行けんのかなさっき行き止まりだったよね。でも、ここをわさわさしてるってことは、左行けるってこと。待って,待ってよ、待ってよ。 み見ないでね。こっち、こっち見ないでね。あ、来てる。ちょ下帰れないかどうかちょっともう一回やっていいさっき帰れなかったんだけど。帰りたいな。セーブしたいな。あ、でもこのイベント始まってるからもうセーブできないか帰れた帰れた。ごめん帰れたわ。すまない。危ない判定だった。あ、よかったー。帰ってくるのにし、ましたー。さあ、おーい。じゃあこの棒磁石で扉ぶっ壊そうと思います。ええー。 扉ビぶっ壊そうと思いますダメだ鍵なんてドアノブひっつけてひ,ひっぺかせゴロンたたけ棒磁石で棒磁石としての使い方じゃないがレジののか入ってみる。はい入ってみる何？になんかあるのかい待ってこれで探索をしようレジから出ようかいいえいいえだこれは引き出しが備えてある鍵がかかってないみたい開けるそんなのあったんだ 引き出しの中にはカッターナイフが入っていた。カッターナイフ、重要なもの入ってんじゃねえか。なんだと。あ、なんかピラってる。ピラってるよ。これえー、奥の隙間に何か挟まっている。ん指では届かない。どうしよう。マグネットおおそういうことか。磁石にひっついたみたい。そういうことねんエボルタだ。炭酸電池。エネループ。もう気になるものがない。なるほど。電池ってさ、 あるじゃない重力磁石につけたらなんか悪くなるんじゃないのバグらないあっ鍵かけられている休憩室の鍵ここじゃん重要なやつでも多分あの電池も絶対必要になるから絶対やんなきゃいけないんだろうなタブレットは電源が入らないだけで壊れてないみたいでも充電がないから電気がつくよさなさそう充電を充電池にもう何もないじゃないかなみんなこんばんは。 充電器の電池じゃないさっきの多分。ね、電池式充電器みたいな。で、タブレット。電源のコンセントだ。電気が通ってないせいで、コンセントは使えない。なるほど。充電すれば使えるんだもんね、あれ。いやおもないか。いや、でもよくできてる、このゲーム。すごい。ワクワクするぞ、これ。あ、待って。セーブです。怖いです。いつやつが襲ってくるかわかりませんので。備え。 <laughs> おひさでーす。久々のフリーホラーゲームでーす。やっとるでー。ん椅子倒れとるね。あ、この奥なんか進めそう。違うか椅子倒れとるー。これどどどど、ど、ど、どういうアングルなんだろうこれ。棚の上から見下ろされてるの棚、<laughs> これが棚だとして棚から見下ろされてて、すごい、でかい棚みたいな。暗くてよく見えない。バッキャローそういう時の。 ライトだろうがほら光っとる、うんタブレットやスマホを充電できる、えー、ポータブルチャージャーだ電源がない場合でも炭酸電池をはめ込めばバッテリーを充電できるもしものために持っておこうかなポータブル充電器を電そういうことねやっぱりやっぱり重要なやつだったんだね左下のやぼやな何それなかったぼやぼやヤか,かけないか なんかちょっとなんか重くなった気がするぞ。ライトをつけたからか気のせんか。俺の目が急激に悪くなったのかもしれん。ちょ、ちょ、怖い、怖い、怖い。怖い,怖いよ死にたくないよよし。いきます。入ります。組み合わせとかないよね、多分だから使えば勝手に組み合わせてくれる感じですよね。これ。タブレット源入らないだけで壊れてない。充電がないから。何か使えるもの。 えー、ポータブル充電器タブレットに充電バッテリーを差し込んだんー充電するための電池が足りないみたい炭酸電池が何個かあれば充電できる何個か何個かって何何個か <laughs> 何個かって何1個, ?1 個じゃダメなのえ何個かって何 ?1 個じゃダメなのもう1個吸え棚の隙間からもう1個吸って来い何個かだ てっきり1個でいいものかと他どっなんかあるのかな大体見たいですけど。複数個でイ詰めろってことだね。あう,うう。なん諦めてやめようとするんじゃない急に。めっちゃ石弱いじゃん。何か、ま、あ多分2個じゃない ?2 個、3個、4個。3個はないでしょ。2個か4個でしょ、多分。あるとしても。あれ これでもう完璧に進むと思って高をくくっていた俺はどうすればいいんだここら辺に電池転がってないこれをやることによってなんかあっちでなんか電池のフラグ立ってるのかなさっきのあそこ行きたくねえなーあそこ行きたくねえよーちょっと待ってここを調べさせて俺もっとここを調べてこの間とかなんか不可思議な空間あるよこれええー、普通は2ついるそうだね奇数なことはないよねだいたい偶数だよね行こう 4個はきついね。さすがによし。JK 電池持ってっかな。あスマホの電池だ !JK のあれスマホは炭酸電池で動いてる。<laughs> そんなスマホあるかね炭酸電池で動くスマホあったらすげえ分厚そうだよね。薄型とはみたいな。問われそう。あいなくなっとる !JK いなくなっとるかあなーんだこれってアイテム炭酸電池1。 怖がってきてな、な、なんだと。さらに右に行けるようになってるんだ。えぇ、ー。さらに右行けるようになってる。まあまあも、もういいでしょう。え、さらに右に行けるってなんか怖いんですけど。ジェキ落としたかえー、ってことは2個じゃないのか。何個かっていう。あれがちょっと、やっぱ罠だったのかな。えぇ、ー。 よし電池がいくつかあればいくうんキー, <laughs> きーやっぱダメなのかええー、待って今2個持ってるよね電池待ってえっえっ炭酸電池1炭酸電池3そういうこと <laughs> えっ、ー、そういうことその数字はやっぱ4なのかじゃんあやっぱ奇数なことないよなそうえー 3、3、4までありそうな勢いじゃん、これ。ちょっと、あれ出れないあ、オッケーオッケー。はい。出ます。4個っぽいね。3はないだろう。あの、今までの経験から。じゃあ4つなんじゃないこんばんちいらっしゃい。今日は久々のフリーホラーゲームだよ。3個であると信じよう。えー、でも右だよな。右、今までいけなかったのに、いけるようになってるってことは。 ナンバリングとかね、親切じゃん。親切だけど <laughs>、俺の2個の夢は打ち砕かれたわけだけどね、これで。でも、この棚はね、あれだから。ああそう、ジョバ、ジョバ、ジョバ。<laughs> あがーはあ、抵抗しろはいはい。くそーごめんなさい。見るべきだったな、もっと。不用意な動きしちゃった。不用意な動き。あれま、ま行こう。 これで5個とかだったら、五 <laughs> 個とかだったらやだ、ね、7個とかなんか、うん、充電器、ね。え、でも、そうか。電気4個ぐらいかな、でも。ま、あと、ここ OK なんだよね。暗くなってるから。OK。左に行くまで待ちます。ちょっとね。不用意だった今のは。今だ今そんなそ、そ、そんな, <laughs> そ <laughs> そんなえー、左に行くと思ったのにごめん。 ああ、まじか。まさか同じ方向に動くとは。まさか。並走するとは思ってもなくて。戻、そこで戻るのいいえ。ただまで、奥まで行く流れだよね、今の絶対。フェイントかけてきた。まさかの並走。ええー、嘘だ。今の絶対左に行くとこじゃん。左に行ってる間に俺が駆け抜けるとこじゃん、それ。絶対違う。あれか、一緒に戻るのか。 一緒に戻るんじゃないちょっと遅れて。そういうことかな後ろ見てたらバレないよね。え、どうなんだろうこれって見えてんのかな相手。首あっち向いてるけど。これで、これでいけるか。ああ、いけた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 いやー。やもう、申し訳ない。もうそぐ <laughs> 並び立つと。あっおもちゃの人形のやつだ。暗くてよく見えない。ライトつけろってかバッカ野郎。ここでライトをつけろというのが俺に。鬼か。 今、明かりをつけられない。じゃあ、無理じゃん。え、行きすぎるんだ。おお、ちょっと離れたからって、やりすぎだぞ、それは。おおー。<laughs> 赤ちゃん人形のペポちゃんだ。なんかすごい、なんか煽ってくる顔してるけど、めっちゃ。ういーって。<laughs> ういーって。人差し指立ててないなんか。 昔からあるおもちゃだけど、妙に顔が不気味なんだよな。おちょぼでめっちゃあおってないこれ。おお、え、おいやっぱ煽ってる冷え喋ったスイッチはどこよし、奥にできたあよく見るとこの電池。人形電池が入ってる。炭酸電池2ニオし、オッケー完璧。来るよな。<っ>来るよな。お腹を触るとペポちゃんが喜びますと箱に説明書書かれている。仮面してよ。来るんじゃないのここはここは 帰りたい。帰りたい。おー、よかった、入れるとこだった。危ねえ。これはない。お、お、お、お。天井にあるのって、通気ダクトかな。ダクトでかくないすごい。<laughs> 巨大生物作ってきそうなデカさなんだけど。いや、遠近法、これ。こっからなら脱出できるかも。ダクトでか 馬とか入れそうなサイズのダクトだな吸い込まれそうキュンでもさっきのあれだねな音鳴ったのに来ないね全然でこれ取ったら多分左側のゾンビいなくなっててああオッケーオッケーねでここで電池,電池4血で染まったぬいぐるみがある何か妙に硬いなカッターナイフほらー ぬいぐるの中にはドライバーが入っている、うんアイテムドライバーを入手したこれカッターじゃなくてドライバーか出てきたところかまさにドライバーで通気ダくとかまた一回戻れる ?OKOKOK 全部どこに行くんだねゾンビはゾンビはどこに行くんだろうか一体いなくなるけどもとりあえず3個で行けるかどうか試そう 定番だね人形を切り裂くのもホラゲの当番定番だしねドライバーも定番だね工具って定番だよねやっぱりねいけるか3つであっ3つなんだマジかクソ奇数はないよねっていう俺のあれが崩れた電池をバッテリーにはめ込んだこれでタブレットが起動できる人のタブレット見るのってちょっと悪い気もするけど3個かいや俺のあれなんですよエネループのやつが4個なんで 4個かなっていう何これかわいいん <laughs> だろうこれ逆ギレウサギ逆上ウサギかのメッセージ読もう絶対恨んでるよねあれ、まあ、中継連絡のメッセージアプリだこの店の従業員への連絡が入っている改装、えー、作業について現在、えー、店舗改装のため商品の箱詰めを行っております以下商品を入れている中身と場所の一覧です自動車と鉄道のおもちゃ猫のぬいぐるみ通路 通路棚 A。通路棚 A ってどこなんだ妖怪ベルト。赤、青、緑。熊の人形白、白、えー。通路棚 B。左から ABCD かな、えー、超合金 DX デラックスナナレンチャーロボ。通路棚 C。これ何かの情報か、えー、カウントダウン式のタイマーだ。時間を設定すれば決めた時間にブザーを鳴らせることができる。待って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 。ブザー鳴らすの創生あ、これ。創生のワールドエンドだ。 このアプリ前はすごくたすんでた。何度か課金してたし。どれだけレベル進んでるんだろう。ちょっとだけ起動してみよう。お、通信エラー。通信に失敗しました。再度ログインしてください。エラー。現在サーバーに繋ぐことができません。通信環境を確認して起動してください。そうだよー。スマホのアプリってね、こんな災害時できないよな。やっぱりあれだよ。DS とかさ、あの、買い切り型のやつがいいよね。あー、アプリ。モンストもだって、ゾンビ出たら、 運営ししてくんないでしょオンラインだから、電源。一応タブレット終了。いえ。えー。DS とかだったらできるから。ちょっとタイマーやってみようか、一回。どんなんか。セットする。タイマーをセットした。いいのこんな無計画にセットして。おっ。待ち受けには真剣な顔をしたウサギが書か,かれている。ここのモールのマスコット、パーシーくんだよ。 いつも不機嫌な顔をしてるのは世の中に不満があるからって噂だ <laughs>。世の中に不満持ってる <laughs>。反社会的なやつを増すことにするんじゃないよ。やめろ。怖いね。裏切りそうで怖いだろう、そんな。もっとあの、恨んでない人を増すことにしてほしいよね。これ電源切るでいいのかな電源切ったらタイマー切れちゃわないはい。タブレット終了っていいのかな、これで。タブレット置いたままなの。 音いつなんだろう <laughs> 音っていつ鳴るの怖いんですけどいついつ音が鳴り響いてここにゾンビが来るの ?15 分にセットしたリアルタイムで15分なのかなちょとりあえずでも棚のこと言ってたからなんか棚からなんか持ってくるってことかなさっきの説明どこどこに何ありますよみたいな説明あったから。 忘れた頃になるタイマーってやばいねうん調べれるやつは調べれるままとりあえずあのダクトをドライバーで行けねえかをちょっと確かめに来たよ続きダクトネジでしっかり止められてステージゃ開きそうにないドライバーいける <laughs> 近づいてもでけえなダクト <laughs> 遠近法かと思ったけどやっとちょおおあっ なるほどね。ちょうどいいタイミングできたね。セーブした俺、今。ま、いっか。あと少し。おー。開いた。ああれかな。あれやっとかないとひ、開くまでに来たのかな。オッケーオッケー。でもサイズは普通だね。いや、普通よりでかい気がする、ね、ダクト入ったことねえけど。ドラマとか映画とかしか。ここで2階の通路か。何とか逃げ切れた。 お、あの鉄骨の反対側に行ったんだよね多分ほら建物が崩れて崖になってる向こうに渡るには懐中電灯これじゃ無理かですよね向こうに渡る必要がある